3秒の衝撃、コメット加藤電気サラマンダー。コメット加藤電気サラマンダーは、通電後3秒以内で最大火力になるカーボンヒーターを採用しました。電気サラマンダーでグラタンに焼き目を入れて仕上げてみましょう。はじめに省エネボタンを押し、スイッチを強にしておきます。グラタンを電気サラマンダーに置くと、たった3秒で最大火力になります。従来は最大火力になるまでに時間がかかるため、余熱に多くの電気を消費していましたが、本製品では焼き色をつけたい時だけ電気を使います。従来品と比較して、カーボンヒーター採用の電気サラマンダーは電力量が少なく、電気代もお得です。電気サラマンダーで焼き魚に焼き目を入れて仕上げてみましょう。低温で柔らかく加熱した魚を電気サラマンダーに置くと、自動で電源が入ります。中はジューシーで柔らか、外は焼き色しっかりの焼き魚が調理できます。さまざまな料理に焼き色がつけられ、美味しさがアップ。コメット加藤電気サラマンダーは省エネで美しく料理を仕上げるのに欠かせない機器です。